全く反対方向に歩いていたことが判明したので、犬が陰ごとしてる。白身魚のサンドイッチにしました。全く逆方向でした。多分ホーム間違えてます。おはようございます。無職旅です。2019年10月15日いよいよ帰国日となりました。時刻は8時12分。宿をチェックアウトして外に出ました。もう荷物は持ってきちゃったんで、ちょっと散歩してから空港に向かいます。ワインも買って荷物重くなっちゃったので、なるべく楽しましょう。駅までの短い距離もトラムに乗ります。停留所の向かい、昨晩スペアリブ食べたところです。美味しかったです。その節はありがとうございました。トラム来ました。これがどこ行くかわかんないんですけど、まあそこら辺の駅までは行くでしょう。乗ります。こっちがいいや。あ、よかった。想像通りの場所でした。地下鉄に乗って街の中心部まで行きます。あ、お寿司屋さん美味しそうだな。2週間経って若干日本食も恋しくなってきました。ここから先がチケット持ってないとダメですよゾーンです。僕は昨日24時間券買ったので、何の手続きもなくそのまま通過しました。地下にもいろいろなお店があります。スーパーマーケットとかベーカリーとか。この駅はまた雰囲気が違いますね、これまでのところと。地上に出ました。あっちの方行くと王宮だと思うので、そこら辺を散歩しながら空港へ行く駅まで移動します。ところで歩行者用の横断歩道、信号がすごく短くて、青になった瞬間歩き始めたのに間に合いませんでした。今青になって皆さん渡り始めて3秒ぐらいかな、点滅始めて、ほら止まっちゃった。後ろの人間に合わない。これはアディショナルタイムが暗黙の了解的になってるんでしょうか。立派な建物の脇を通ってあちらに向かいます。犬の散歩はダメなんですね、そのお庭は。全く反対方向に歩いていたことが判明したので引き返します。またこの短い横断歩道です。いやいや、しかも4回点滅して赤になっちゃう。改めて思っていた道の方に来ました。これは昨日ライブ配信を終えた時の広場ですね。この展示昨日はなかったですよね。これはベルリンの壁とか、なんだろう、あとは何を表してるのかな。ヨーロッパがまとまったことの展示のようです。玉ねぎを焼いたいい匂いがします。そうそう、朝ごはんまだだったんです。繁華街で何か食べたいなと思ってここら辺散歩することにしたんです。ここもめちゃめちゃ見たかったんですけど、あそこの VTR すごいおかしなことやってる。もちろんいい意味です。技術が高すぎるっていう意味です。生で見たかったけど時間がないのでまたの機会です。残念。10分ぐらい DVD 見入っちゃってたんですけど、お腹も減ったので次に進みます。その後ちょっと調べたんですけど、このお菓子実は単なるチョコレートじゃなくて、いろいろミックスされたものだったようです。有名なメーカーもいくつかあって、多分ここその一つなんだと思います。これもネットで見ました。猫のパッケージのチョコレートお土産にいいらしい。で、あ、デメルだったのね。よく単語見ました。デメルって、あ、有名なお菓子屋さんなんですね。あ、やってるのかな。やってたら買ってきたいな。8時から営業してるけど、わあ。デメル営業開始してたんですけど、荷物も多いし、あと僕の闘争心が薄れてるってこともあって入れなかった。昨日は気づかなかったけど、おしゃれなお店まだまだいっぱいありますね。僕はタバコ吸わないけど、
ちょっと欲しくなっちゃう。昨日歩いた時は歩行者天国でしたが、今はこんな感じで車がたくさんあります。お店の準備で搬入したりとかそういうのもあるんでしょうね。あ、剣と鎧かっこいい。65ユーロ上の紋章に剣が刺さってんのとかめちゃめちゃかっこいい。中二心を非常に非常にくすぐります。あ、っていうかやばいぞこのお店。円卓の騎士いるし、あとこっちは犬が陰ごとしてる。パグはいないのか。パグはえ、いくら149ユーロですかこれ。ああ、どこの高級ブランドかと思ったら H&M でびっくりした。ああ、なんかセールっぽいし、調理器めちゃかわいいし切れ味良さそうだし欲しい。これはなんだこれはなんだ、いろいろできるやつか。欲しい。500ユーロは高いな。でも今回の旅最後の現地食はここで食べます。昨日歩いてた時気になってたんです。ファストフード店かと思ったけどもうちょっとちゃんとしてる感じがします。大きなエビ、小さなエビ、味付けエビに、あ、タコ食べるんですねオーストリアの人は。いろいろあります。僕はこの白身魚のサンドイッチにしました。冷たいです。暖かかったらもっと美味しいかなという気持ちはありながらもとっても爽やかで美味しいです。いい味してます。ごちそうさまでした。すぐ隣のお店やけに高いものが多いな。でもクオリティすごい。パグあったら買っちゃうかも。道沿いのお店がほぼ全て気になるんですけどもう時間がないので見ないことにします。もう見て見て見ぬふりしないで。スワロフスキーだってね、オーストリアが本場ですからちょっと見たいけどもう時間ないんです。立ち止まらない。本当はウィーン密定期まで歩くつもりだったんですけど荷物重くて疲れちゃったのでここから地下鉄に乗ります。ランドストラーベー駅到着。空港行き電車に乗り換えます。一見すると落書きっぽいんですけど統一感あるし多分アートなのでしょう。こちらはウィーン密定期です。駅の窓口で空港までのチケット買いました。僕はウィーン24時間交通持ってるのでそれを見せて差額の 1.8 ユーロ分のチケットを買いました。とりあえずこっちのパスで電車乗っちゃって後で乗り越し精算しようっていう作戦は多分オーストリアだとダメなので先にチケットを買っておいた方がいいと思います。またこの駅もでっかいですね。そして華やかなショッピングモール的な感じで楽しいです。こういうのもいろいろ買いたくなっちゃうな。で、飛行機の絵が出てるので空港行きの電車の乗り方すごく分かりやすくて助かります。違います、ちょっと勘違いしてました。僕はこのシティエアポートトレインに乗るわけではありません。こっちが正解でした。 S バーンの乗り場です。で、さっき買ったチケットは、はい、ガチャコンします。ヨーロッパの電車はこんな感じで改札がないことが多いです。で、たまに抜き打ちの検察があってチケットがないとかガチャコンしてなかったりすると高額な罰金になるシステムです。超危ねえ。フロリドスドルフっていうのを調べてみたら全く逆方向でした。多分ホーム間違えてます。さっきも道間違えたし気を引き締めないといけませんね。家に帰るまでが旅ですから。さっきは S7 っていう路線だけ確認して降りちゃいました。そりゃね双方向行きますからね。で、僕が行くべき方はちゃんと飛行機のマーク書いてありますから今度こそ間違いないです。2番線来ました。
なんかでかい。11時13分、ウィーン空港の最寄り駅到着です。めちゃめちゃ疲れた。もう体力残ってない。休みたい。帰らなくてもいいから休みたい。